四箇条押さえとは、相手の手首の内側、脈拍を触れる線上にしての人差し指の付け根を当て、そこに力を集中し激痛を与え、闘争力を奪い、体を崩しうつ伏せに制し抑える技である。またこの技は受けを取り四箇条を締められることによって柔軟で強靭な手首を作る鍛錬法でもある。この技はしてから起線を制し正面を打ち込み、受けの体を崩し四箇条に決め、うつ伏せに制し抑える技である。右相半身に構え接近し、してから起線を制し正面を打ち込む。受けた受けの肘を丸く切り下ろし四箇条に持ち替え、前進しながら四箇条を決め、うつ伏せにし、さらに四箇条を締め、向きを変え肩を押さえる。正面打ち一箇条押さえ一同様、してから起線を制し正面を打ち込む。受けた受けの肘を斜め前進しながら丸く切り下ろす。四箇条に持ち替える動作は、肘を持った手を滑らし受けの手首の内側に人差し指の付け根を当て、前進しながら受けの肘を返すように手首を決め四箇条に持ち替える。四箇条を締める手はこのように人差し指と親指を伸ばし、反対の手は受けの手の甲を包み込み持ち、受けの手関節を伸ばす。さらに後ろの足から受けの脇の下の方向に前進しながら四箇条を締め、さらに後ろの足から前進し受けを完全にうつ伏せにする。うつ伏せにした状態でさらに腰を切り四箇条を締め、左膝を軸に体の向きを変え二箇条と同様に持ち替える。四箇条を持った手の横を反対の手で持ち、四箇条に持っていた部分を左肘に挟み、右手刀を肘関節に当て密着し腰を切り押さえる。この技は正座をした状態からしてから起線を制し正面を打ち込み、受けの体を崩し四箇条に決め、うつ伏せに制し抑える技である。右相半身に構え接近し、正座法で正座をする。してから起線を制し正面を打ち込む。受けの肘を丸く切り下ろし四箇条に持ち替え、左膝右膝と前進しうつ伏せにする。さらに四箇条を締め、向きを変え持ち替え肩を押さえる。座り技正面打ち一箇条さえ一同様、してから起線を制し正面を打ち込む。受けた受けの肘を斜め前進しながら丸く切り下ろす。立ち技同様、前進しながら四箇条に持ち替え、受けの脇の下の方向に前進し、さらに前進しうつ伏せにする。四箇条を締め、向きを変え持ち替え肩を押さえる。この技は受けが正面を打ち込んできたとき、回転動作によってその力を受け流し四箇条に決め、うつ伏せに制し抑える技である。左逆半身に構え接近し、受けの正面打ちを手首を返し受け、回転し受け流し、四箇条に持ち替え回転し突き上げるように締め、さらに回転し切り下ろす。後ろの足から前進しうつ伏せにし、
四箇条を締め、持ち替え、肩を押さえる。正面打ち一箇条際に同様、受けの正面打ちを受け、肘に手をあてがう。前の足を軸に後方に回転し、胸の高さまで受け流し、左手を四箇条にあてがい、回転しながら突き上げるように持ち替え締める。四箇条を締める際は、受けの肘を突き上げるように締める。さらに前の足を軸に後方180度回転し、腰の高さまで切り下ろすように締める。後ろの足から前進し、完全にうつ伏せにし、四箇条を締め、向きを変え、持ち替え、腰を切り肩を押さえる。この技は正座をした状態から受けが正面を打ち込んできたとき、回転動作によってその力を受け流し、四箇条に決め、うつ伏せに制し、抑える技である。右相半身に構え、接近し正座法で正座をする。受けの正面打ちをつま先を立て受け、回転し受け流し、四箇条に持ち替えながら突き上げ、さらに回転し切り下ろし、前進しうつ伏せにする。四箇条を締め、持ち替え、肩を押さえる。座り技正面打ち一箇条押さえに同様、しては手首を返し正面打ちを受ける。左膝を軸に後方に回転し受け流し、立ち技同様、回転しながら四箇条に持ち替え突き上げ、さらに回転し切り下ろす。右膝から前進しうつ伏せにし、四箇条を締め、向きを変え持ち替え肩を押さえる。この技は受けが横面を打ってきたとき、手首を返しそれを受け、崩し四箇条に決め、うつ伏せに制し抑える技である。右相半身に構え、接近し受けの横面打ちを移動しながら受け、十字に組み切り下ろし、前進しながら四箇条に持ち替え、脇の下の方向に前進しうつ伏せにし、四箇条を締め、向きを変え持ち替え肩を押さえる。横面打ち一箇条際一同様、丸く移動しながら横面打ちを肩の高さで受け、当て身を入れる。十字に組み前進しながら肘を丸く返し切り下ろす。正面打ち同様、前進しながら四箇条に持ち替え、後ろの足から脇の下の方向に前進しうつ伏せにする。四箇条を締め、向きを変え持ち替え肩を押さえる。この技は正座をした状態から受けが横面を打ってきたとき、手首を返しそれを受け、崩し四箇条に決め、うつ伏せに制し抑える技である。右相